どうもダーリンです。よろしくお願いします。今回はソロの方をやっていきます。今回も相変わらず目標は1試合1キルなんですけれども、今回もプラスミッションをちょっと自分に課したいなというふうに思っています。具体的には矢倉を組んだ時に中に、天井を引く天井を敷くっていうのかなっていうのをやってみたいです。よくYouTube でレクチャー系の動画を見るんですけども、そういったところで今知識でいろんなことを頭に詰めるんですけども、なかなかそれを、実際にプレイに反映することができないでいますので、せめてちょっと矢倉に矢で引くぐらいはできるようにならないといけないなっていうので、今回はそのプラスミッションを自分に課していきます。で、今までそれをやってこなかった理由は、いくつかあるんですけども、シンプルに、櫓からこう櫓の外ですねから攻められた時に、その天井を編集して階段状にして、相手がそれを壊している間に後ろから逃げるっていう、そういった使い方をするために天井を敷くとか中に階段入れられないとか、いろんな意味合いあると思うんですけども、前者の方ですね、要は天井を編集して、階段状にして後ろから逃げるっていう時間が基本的に初心者はね、ちょっと手がおぼつかないので間に合わないんですよね。で、そこから攻められた時に結局その編集して後ろから逃げるっていうのが、時間的に追いつかないから、それなら天井なんて仕組みあるのっていうとこが残念なのでやってこなかったです。危ねえ、この泥試合はなんだ。なんですけども、話途中にしちゃいましたけども、そういうのってもう特性みたいなもんだと思いますんで、とりあえず櫓の中に天井を敷くというのをちょっと今回やっていこうかなというふうに思っています。左紫アサルトがゲットできるというラッキーな展開になってしまいました。結局こんなん持っていたところでやられる時はすぐやられるんですよね。あれバックもいらないでしょう。ショットガンがないのかな。ショットガンが欲しいです。誰もいないよね。あれこの音がする気がするんだよな。よしよし。結局ね、こんな巻いてる時間なんてないほど一気に攻め込まれて負けますから、こんなのね、もう精神安定剤以外の目的でしかないんですよね。ショットガンがないかな。ショットガンがないかな。ない。インボットもマックスですし、ナイフやアサルトって何の価値もないですよね。できないかな。ショットガンがないな。サブマシンガンでいいでしょう。右から行きたい。右から、おっと、右から攻撃できた。これはちょっとレクチャー動画の意味があったんじゃなかろうか。違う、そんなんいらない。そんなんを必要としていない。よしよし、チャージショットガンも苦手とはいえ、何よりもしですよ。しっかりビルを壊していく。アンチにも入っているのでゆっくり漁ってよい。宝箱の音を拾わさない。とか、そうはいえタック賞が欲しいよな。タック賞の緑があったら交換したいです。そんなに都合よくはいきませんよね。さ
てさてさてさて、なんだね、あ、危ないって言ったのはなんか歌ってしまいそうになったっていう、それ深い意味はないですよ。まあ、ミニポを優先しよう。食塩も持ちたい、持ちたいけど、初心者あるある回復3つ。しょうがないな。アクション欲しいよ。書がここまで出ないとは。ちょっとこれはどうなんでしょう。四つ当たりしていく。よし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 、よしよしよし、もういない、誰もいないのにゆっくり漁っていいんじゃないですかね。ちょっとこのまま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 しばらくいけないかな。おっと、ここに来て青、ナイスです、ナイスですよ。よし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 、危ない、今子供を寝かしつけそうになりました。なんかないかな。もうでもこんなもんかな、こんなもんかな。もう何止まってるでしょ。よしよし、もういいでしょう。もういいんじゃないですか。どうしたらなんですか。キャラクターを示す 400m 向こう、 400m 向こうは結局バウンティングの位置をさせてくれてるだけですよ。これ違うのかな。相手のメートルが変わらないのは止まってるわけじゃないじゃん。支払った瞬間の位置なのかな。まあ、せっかくなんて行きますか。せっかく、何がせっかくかわかんないですけどね。さてさてさて、どっかに寄り捨ててあったような気がするけど、なかったかな。あ、この辺あったよね。だったか。よし、バウンティング探していこう。はい、この人は何ですか。ウラコン食べる。雇っちゃえ。頑張ってついてきてね。で、バウンティングはどこに。ちょっと車の位置でバレそうだ。ちょっと不気味な感じがしますね。なんかいつ遭遇しても不思議ではない。でもたまちかもへんしな。おっと、いないのか、いないのか。ついてもおかしくない。これは上から探してみよう。
ばい、ストーブが来ている。やろうだ、ストーブが来ているぞ。車がないのかな。車が欲しい。あれ、よし、よし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 、パーティーロイヤル。パーティーロイヤル。ちょっと回復しましょう。こっちでやったら安全じゃないかって今気づきました。せっかくやったのにストーブでやられそうだな。よし、じゃないでしょうか。いない、うん、ちなみに雇った人は無駄死にしました。さてここで何を持つかがセンスが問われる。センスが問われるけどまあいいでしょう。これでどこ通りされる。誰とも戦わない間にな、戦ってるか。これやった上位10名確定まで入りましたよね。そこがいないと死んでおこう。あれはいるんじゃないか。ちょっと入れてる。横から撃たれるぞ。ナイフであれは絶対狙ってる。もう何回もやられてるから分かるんですよ。だからああいうのはこう言って、ちょっとここは四方に囲まれてるか。ちょっかい出していく。いや、これは裏から回ろう。ここはあるというのスルーしていく。呼ばれない。気に変えていこう。なんかしょんな。しっかり屋根を引く。マジか。まあでも、いや、あれは達成したとは言えないですね。結局何の成果も残せませんでした。いつになったらうまくなるんでしょうか。では今日は終わり。とりあえず今回は終わりです。どうもありがとうございました。